はい、ごきげんようでございます。本日はどちらに来てるかと言いますと、はい、阿賀野という駅に来ております。こちらは埼玉県の飯能市にあります。そして今日登る山は、はい、小神山という山に登ります。すっかり季節は紅葉をめいております。それでは早速行ってみましょう。グレートトラバーススタートです。いよいよここから登山道になるみたいです。何ここ、ここ沢になってんの。あ、カオフリ峠の道標があります。ただいまカオフリ峠に向かっております。鳥のさえずりが聞こえます。暖かく迎え入れてくれているようです。ヘイクローチャヤさん、あ、なんか前のグレートトラバースで来ましたね、ここ。あ、さっきのヘイクローって渋沢ヘイクローさんって言うんです。彼は日本近代資本主義の父、渋沢栄一の養子であった。栄一の様子でした。ああ、そうなんですね。今日もまた一つお利口さんになりました。ああ、ちょっとわかりづらいですけど、この分岐は見逃せません。こちら、右に行けば、諏訪神社。に行くそうです。諏訪神社経由で、小神山へ行きます。ここが諏訪神社らしいです。ちょっともう終盤ですが、ここは安全登山祈願をさせていただきたいと思います。おっと、小神山の道標が見えてきました。ゴツゴツした岩がいっぱいあります。あっと、そしてここが、はいはい、ちょっと倒れてる。小神山、それでは下山します。山頂付近は岩がすごいんですよ。はい、というわけで今回は埼玉県飯能市にあります小神山という山に登ってきました。今ご覧のように木についてる葉っぱも赤めいております。とてもいい時期なんではないでしょうか。皆さんも登ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイ。いやー、赤いですね。